皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は前回の日食解説で伝えきれなかった観測方法について解説します。前回の補足って感じか。そうね、安全に日食を観測してもらいたいからね。なるほどな。補足動画だからそんなに時間を取らせないわ。おお、マジか、やっと期待に応えてくれる日が来たか。期待には応えられないわ。どっちなんだよ。今回の金環日食は2020年6月21日にあるんだけどね。もう1週間もないな。日食を観測する方法って様々あってね。機材がいるんだろ？そうね、機材があればよく観測できるけど、なくても観測できる方法があるわ。直接見る以外にか？そうね、だからその観測方法も解説するわ。ちょっと気になるな。まず太陽の観測って、天体観測の中でも一番得意な観測なんだよね。どういうことだ？天体観測って暗い天体の光をいかに集めて観測するかなんだけど、太陽の観測はいかに減光して観測するかということなんだよね。光を集めるのに対して明るい光を減光させるってことか。そうね、激しく減光させて観測するなんて太陽以外にないわ。それに可視光の他に紫外線や赤外線が降り注ぐのも太陽以外ないわ。確かに他に聞いたことないもんな。だから天体観測の中で得意な観測であるし、様々な専用の観測機材があるんだよね。観測機材の使い方って前の解説であんまりしてないよな。そうね、種類ごとに解説していくわ。まず観測機材を使った方法の中で一番お手軽な観測方法は太陽観測グラス。前回で紹介していたやつだな。そうね。使うときは偏光グラス部分に穴や傷がないか蛍光灯などの照明でテストした方がいいわ。傷があったらどうなるんだ？その傷から偏光されない明るい太陽光や紫外線、赤外線が目に届いてしまうわ。それはやばいな。だから本番での観測の前に一度確認をってことね。なるほどな。特に傷がなくて日食の本番で使うときは、影を見て太陽の方角を確認して、下を向いたまま観測グラスを顔の前にかざして顔を上げて観測をするわ。顔を上げてからじゃ太陽を直接見ちゃうもんな。でもこれってコンタクトレンズとかメガネをかけたままでいいのか？かけたままで大丈夫よ。ただメガネ型の観測グラスの場合は観測グラスがメガネを覆いきれなかったり、サイズがギリギリだったりして上下左右から光を取り込んでしまうから、そういう場合は大きな観測グラスで観測した方がいいね。そっちの方が安全ってことだな。そういうことね。日食は数十分から1時間以上になるから、連続で観測する場合は3分に1度目を休める休憩をしながら観測した方がいいわ。目を痛めちゃうのか。そうね、それだけ太陽から降り注ぐエネルギーが多いということね。それと太陽観測グラスと双眼鏡や天体望遠鏡を組み合わせて使ってはいけないわ。そうなのか。太陽観測グラスは眼視で観測することを前提に作られているから、眼視よりも数十倍数百倍も集光力がある光学機器はダメってことね。じゃあもっと大きく観測したい場合はどうすればいいんだ？望遠鏡や双眼鏡向けの観測フィルターがあるから、それを使って観測できるわ。そういうのがあるんだな。他にも天体望遠鏡向けに太陽投影板ってのがあってね、望遠鏡に取り付けて観測することができるわ。太陽を映し出すのか。そうね、太陽の方に向かなくていいから長時間の観測に向いているし、投影しているから家族みんなで見ることができるわ。それはいいな。観測するときは倍率が50倍から70倍になるような接眼レンズを選ぶといい像を得ることができるわ。小さすぎず大きすぎずって感じか。注意点としては、レンズ式のファインダーに太陽光が入らないように蓋をしたり取り外すわ。ああ、そうか、そこからも光が入ってくるのか。あと、携帯の望遠鏡の場合は、手動で太陽の動きを追うことになるんだけど、見失った太陽を探すために、不意に直接太陽を見てしまう場合があるんだよね。それは気をつけないといけないな。だから、携帯の望遠鏡で観測する場合は、太陽の動きを追う手間を減らすために、倍率を低めにした方がいいかもしれないね。確かに。他に太陽投影板を使う際は望遠鏡が対応しているのか確認した方がいいわ。対応できないものもあるんだな。そうね、適さないものもあるわ。説明書とかを確認した方がいいな。ちなみにラプトルシリーズやアトラスシリーズは太陽観測ができないわ。フィルターをつけてもか？そうね、鏡頭などが樹脂でできているから火災の恐れがあるわ。
そうなんだな。あと、別の投影方法として。手鏡で壁か何かに反射させて観測する方法もあるわ。結構お手軽な方法もあるんだな。次の観測方法としては、一眼レフカメラにカメラ用の太陽観測フィルターを取り付けて撮影観測することができるわ。撮影ができると後で家族で見ることができていいな。観測撮影をする際は三脚はもちろんのこと。できれば太陽の動きを追えるように赤道儀も欲しいところだけど、ない場合は微動運台で少しずつ手動で簡単に追えるからぜひ欲しいアイテムね。便利な方がいいもんな。注意点としてはカメラフィルターって様々なものがあるんだけど、必ず太陽観測用のフィルターを使ってね。ちゃんと専用があるんだな。そうね、だいたい ND10 万のフィルターになると思うんだけど、この ND の数字は光を何分の1に減光するかという指標でね。 ND10 万なら光を10万分の1に減光するってことね。なるほどな。太陽はとても明るいから風景を撮影するようなフィルターではカメラが故障してしまうわ。カメラって高いからな。それと太陽を撮影観測する際はファインダー越しで覗かずにモニターに表示して確認するわ。フィルターをしててもか。そうね、カメラのピントや絞り、シャッタースピードを調整する前に覗いてしまうとフィルターをしてても危ない時があるし、ファインダー越しに覗くと顔を太陽の方に向けることになるから不意に太陽を見てしまうことがあるわ。それは危ないな。できればモニターが稼働するバリアングルモニターがいいかもね。次に観測機材を用意しなくても日食を観測できる方法があってね。どんな方法なんだ？お菓子で観測するわ。はぁ、お菓子で観測するのか？穴の開いたお菓子ってあるでしょ？例えばどんなやつなんだ？リッツとカルバンみたいなやつ。あぁ、あるな。日食が始まると穴を通してこんな感じで観測できるわ。これは面白いな。日食を観測したら食べればいいわけだしね。確かに。穴の大きさが足りなかったり、塞がっていたら爪楊枝か何かで開けてもいいわ。確かにそうだな。その他にも穴開きのお玉でもいいし、紙に穴を開けたものでもいいわ。何でもいい感じか。あんまり大きな穴は難しいけどね。やっぱりそうなんだな。次に機材もないし、穴の開いたものを用意するのもめんどくさい。ずっと物を持ち続けるのも嫌だという方向けの観測方法があってね。そんな都合のいいのがあるのか？木漏れ日で地面に映った日食を観測する方法で、日食時間になったら地面を見るだけでいいから、何も用意しなくていいし、何も持たなくていい。太陽の方に向く必要もないから安全性も高いわ。手ぶらで観測できて安全性も高いなら言うことなしだな。まあ、事前にお住まいの地域の日食時間を確認して観測できそうな木漏れ日を探す必要があるけどね。まあ確かにな。ここまで様々な観測方法を紹介しましたが、観測本番の前に事前に使い方を確認をしてほしいのと、観測機材を使う場合は説明書を熟読してください。特に事前の確認をせずに観測本番を迎えた時、使い方に慣れず不意に太陽を直接見てしまうことがありますので、できるだけ事前に使い方を確認してください。まだ時間があるからな。それと直接観測はもちろんのこと、ガラスにススをつけたものや傷のついた観測グラス、黒いだけの下敷き、ネガフィルム、サングラスといった誤った方法で観測しないでください。太陽は満月のおよそ40万倍の明るさがあり、その他に紫外線や赤外線などの波長も降り注いでます。ちょっと見ただけでも確実に目にダメージが蓄積していきます。私は大丈夫だからとか、前は大丈夫だったからといって今回も大丈夫なんてこと考えずに、正しい方法で観測してください。日食が起きた後に大勢の方が目に違和感を感じて眼科を受診しています。大半は裸眼で直接見たり誤った方法での観測が原因です。また雨や曇りの日に裸眼で直接見て眼科を受診する方が1割程度います。受診された方のうちおよそ 0.5% の方は後遺症が残ってしまっています。光学機器は壊れてしまったら買い替えればいいですが、目はそういうわけにいきませんので大事にしてください。付け替えることできないもんな。正しい観測方法であと10年は訪れない日食を楽しんでください。あとは天候次第だな。そうね、てるてる坊主でも作ろうかしら。それもいいな。次が2030年だからぜひ晴れてほしいしな。わーわー言うとりますが、お時間です。このチャンネルでは、これからもほぼ毎日、宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと、新しい投稿の通知が来て便利ですので。
サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。なあ、太陽を直接見ると目に違和感を感じるようになる仕組みってどうなってるんだ？虫眼鏡で太陽光を集めると気がついたりするでしょ？そうだな。あれと似ていてね。お医者様じゃないからあれだけど。人間の目は角膜を通して入った光などを水晶体で収束させて網膜に届くんだよね。なんか虫眼鏡の仕組みとよく似ているな。そうね、そこに強い光が入ると網膜が焼けちゃうのね。危ないよな。特に年齢が低い子供の水晶体は透明度が高いらしいわ。光がよく通るってことか。でもね、2012年の日食の時に眼科に駆け込んだ中で一番多かった年齢層は60代から70代よ。子供の方がリスクが大きいと思ったけど、なんでなんだ？当日は平日でね、学校などできちんと指導管理されていたから年齢別では一番少なかったわ。それ以外の年齢層は会社などに行ってるから観測自体をしていないって理由があるね。そんなん言ったら60代から70代は暇だったということになりかねないか？私はそんなこと言ってません。マリサは60代70代の人を敵に回したね。いやいや、だって霊夢がそう言うからさ。人のせいにしないで。くっそ。でも2020年の日食は日曜日だからどういう結果になるかってちょっと気になるね。まあそうだよな。眼科医の方がこの動画を見てて統計が出たら教えてほしいなってね。そんな人が都合よく見ているかな。